ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、宇宙の謎って解明したら、新しい謎が誕生してキリがなくない？いつになったら全ての謎が解明されるのかしら？いつになっても、全ての謎が解明されることなんてないぞ。なんでそう思うの？それは、宇宙が現在進行形で爆発的に広がり続けているからな。宇宙の広がり続けている限り、未知の謎も増え続けるだろうぜ。それじゃあ、私たちは永遠に宇宙の新事実、未解明な謎を解説し続けなければならないのね。私はそれも悪くないと思っているぜ。謎の数はロマンの数だろ？なんか、名言っぽいこと言ったわね。というわけで今回は、最新の研究で分かった新事実を4つ紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは、地球を守るために実際に行われた、天体軌道を変化させた実験を解説していくぜ。え？天体の軌道を変える実験？具体的には、地球近傍の小惑星の軌道をずらし、地球を守るという実験だ。地球近傍小惑星って、要は地球の近くにある小惑星ってことよね。具体的には、どのくらいの距離のことを言っているの？地球から数百万キロメートル以内の距離にある小惑星のことだぜ。地球から月までの距離は約38万キロメートルだから、その近さがわかるだろ？確かに、月とお隣の惑星の間くらいの距離って考えると、だいぶ近いように感じるわ。そうだろ？2024年2月12日に公開された論文には地球に衝突可能性のある、直径140メートル以上の地球近傍小惑星は約2万5000個存在していて、そのうち約1万4000個は、まだ発見されていないと報告されているんだ。へ？ちょっと待って。そんなに大量にあったの？しかも直径140メートル以上のものがそれだけあるっていうことは、小さいものを入れたらさらに多くなるっていうことよね？ああ、もちろんだぜ。さらにその論文によると、地球に近づく小惑星に何の対策もしなければ、いずれサッカー場くらいの大きさの小惑星が、地球に衝突すると述べている。私たちの地球が、そんな危険にさらされていたなんて。それにしても、見つかっていない小惑星も、かなりの量なのね。ああ、その量が発見されていないっていうのも、怖い話だよな。そこで、このリスクに対処するために、NASA は二重小惑星軌道変更試験、別名ダートミッションを実施した。この試験では、地球近傍小惑星ディディモスの周囲を公転する衛星ディモルフォスに、自動車サイズの探査機を衝突させ、軌道を変えるという実験を行ったんだ。なんと、探査機を衝突させるって、随分と大胆なのね。その探査機って何かの任務を終えたような探査機なのかしら？いや、違うぜ。この探査機は、この実験で最初からディモルフォスに衝突させることを前提に製造された探査機なんだ。そうだったのね。でも探査機って、作るのに莫大なコストがかかるでしょ？それだったら、鉄くずのようなものじゃダメだったのかしら？それじゃあ、実験の意味がないだろ？これはただディモルフォスに何かをぶつければいいっていう、単純な実験ではないんだ。この実験に限らず、どんな実験にも記録するっていうことが必要だ。そのための、カメラや計測器を搭載させる必要がある。実際にこの実験でも、ディモルフォスの表面の様子を捉えた画像が、地球に送信されている。そっか。確かに、NASA がコストをかけて、ただの突撃要因を作るはずないものね。ところで、二重小惑星って、どういう小惑星のことを指しているのかしら？これは、周囲に衛星が公転している状態の小惑星のことを言うんだ。へぇ、衛星が公転している小惑星って、珍しいことなの？別にそんなことはないぜ。じゃあ、なんでダートミッションにディモルフォスが選ばれたのかしら？簡単に言うと、そのサイズと構造が実験に適しているからだ。ディモルフォスは直径が約160メートルと比較的小さく、衝突実験を通じて軌道変更の効果を観察するのに適した大きさなんだ。実は、最初ディモルフォスは、直径が約160メートルとかなり小さいため、どんな天体なのかよくわかっていなかったんだ。天文学者たちは数少ない情報から、ディモルフォスは多数の岩がそれぞれの小さな重力で、弱く結びついてた天体ラブルパイル天体だと予想していたんだ。ふむふむ。小さな岩が集まった天体ってことね。ああ。ダートミッションによる、探査機衝突で大量の岩が飛散して、ディモルフォス全体の形が変形したことで、天文学者たちの予想が証明されたんだ。ただ、予想外だったのはその飛び散った岩の挙動で、その飛散した岩のいくつかはどこへ行ったのかわからなくなったんだ。ちょっと、見失ってんじゃない？行き先は今もわからないままなの？それに関しては、カリフォルニア大学の天文学者デビッド・ジュエット氏によると、ハッブル宇宙望遠鏡で、衝突させた後のディモルフォスの様子を観測した結果、直径約7メートルの岩を含む、37個の岩が発見されたんだ。直径7メートルって結構な大きさね。それが飛散していったものなの？
ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理学研究所の天文学者で、DART ミッションの調査チームリーダーの一人である、アンディ・リブキン氏は多数の岩が吹き飛ばされると思っていなくて、それらは、DART による衝突でできた破片ではなく、弱く結びついていた岩が衝撃波によって離散したものだと言っているんだ。要するに、もともと弱い力で引き合っていた程度のつながりだったから、衝撃波によってバラバラになったってことね。そうだぜ。そしてこの実験が、大きな問題を起こすことになるかもしれないんだ。確かに、この破片が衝突して飛散しても、衝撃波で飛ばされた岩でも危険なのは、変わりないものね。そうなんだ。DART ミッションによる、衝突の影響をさらに詳細に調べるために、ヨーロッパ宇宙機関、略して ESA が計画している、ヘラミッションというものがある。これは、2024年10月にヘラという探査機の打ち上げが予定されていて、衝突によって生じた変化を観測し、小惑星の物理的特性や軌道の変動などを研究するために、2026年に、ディモルフォスに到着するんだ。じゃあ、このミッションは、衝突によって飛散した岩の動きも含め、その後の状況を詳しく観測することになるんだね。ただ、ちょっと厄介なのが、ヘラがこの調査の際に飛散した岩に、衝突する可能性もあるってことなんだ。調査対象に破壊されるなんて、切なすぎるわ。そこで、対策として邪魔な岩があれば、回避させるようにと検討しているようだ。すごい、そんなことができるのね。できるんだったら、絶対回避すべきよ。ああ、そうだな。さらに、ESA の研究チームは飛散した岩が、未来にどう影響を及ぼすかのシミュレーションによる計算を行っている。そのシミュレーションで何がわかったの ?3700 個の岩を対象にしたシミュレーションでは、6000年後と13000年後に火星の軌道にかなり接近して、火星にクレーターを作る可能性があるとされているんだ。え?火星が被害受けるの?思っていたより、大きな被害になりそうだわ。もし、この火星に向かった岩が、構造的に弱いものであれば、大気中で爆発するかもしれないんだが、そうじゃなかったら火星の地表に、最大直径300メートルのクレーターを作るほどの被害が出ると考えられている。もしかして、その破片って地球にも来る可能性があるの?地球への衝突する可能性は、ないと考えられているぜ。でも、もし6000年後に地球人が火星に移住していたら、被害を受けるのは地球人だがな。あら、6000年後の地球人たちが、昔の地球人たちの実験によって作られた、破片によって被害を受ける、なんて考えたらやるせないわ。確かにな。ただ霊夢、安心するのはまだ早いぜ。確かに、DART によって生み出された、破片による地球への被害は極めて低いものなんだが、もし地球近傍惑星に自然に他の惑星が衝突したら地球へ小惑星が落下してくる、なんて可能性もあるぜ。じゃあ、もともと地球へ小惑星が落ちてくる可能性っていうのは、ずっとあったのね。そういうことだな。このDART実験で分かったことは、地球に接近している天体があるからって、安易に軌道を変更させたり破壊したりしようとするのは、危険だということだ。そうね。地球を守るつもりが、逆に危険にさらされるかもしれないし、最悪の場合は、他の惑星にも被害が出てしまうわね。科学技術の発展で、安全に天体の軌道変更させる方法が開発されるといいよな。次に解説するのは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がオリオン大星雲で発見した、全星の自由浮遊惑星ジャンボの起源について解説するぜ。自由浮遊惑星とは、恒星の重力に縛られずに宇宙を自由にさまよう惑星のことだぜ。誰にも縛られたくない、思春期のような現象が宇宙にもあるのね。思春期とは面白い表現だな。他にも宇宙の迷子とも呼ばれているんだぜ。広大な宇宙で、そんなふわふわした迷子を見つけるなんてすごいわね。最初にこの自由浮遊惑星が発見されたのは、スペインカナリア諸島にある、ゲルモサウス観測所の研究チームによって、20年前の2004年に発見された。ただ、2011年以前に見つかった浮遊惑星は候補という扱いだったんだ。ん?2011年に何があったの?それは、重力レンズ効果を利用した観測によって、はっきりとした自由浮遊惑星が、初めて検出されたのが、2011年なんだ。重力レンズっていうのは、簡単に説明すると、光が重力によって曲げられる現象を利用して、太陽系外惑星を検出する方法の一つで、浮遊惑星の発見にも有効的なんだ。つまり、自由浮遊惑星の最初の発見は、2004年のスペインのチームによるものだけど、確実な発見は、2011年が最初っていうわけね。ああ、そういうことだぜ。これまでに数多くの浮遊惑星が発見されていて、2023年に、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がオリオン大星雲で500以上の自由浮遊惑星を発見した。この中には、木星の 0.7 倍から13倍の質量を持ち、互いに交点し合う80個の連星系ジャンボも含まれているんだ。
ジャンボ？なんだか可愛い名前だね。ジャンボっていうのは、木星質量連星っていう意味のジュピターマスバイナリーオブジェクトの、頭文字を取ってジャンボって呼んでいるんだ。つまり木星の質量を持つ惑星が、ペアを成して互いに交転する珍しい現象で、これまでの自由浮遊惑星の発見では見られなかった珍しいケースなんだ。なるほど。ところで、自由浮遊惑星は、どうして宇宙をさまようことになってしまったの？これには二つの仮説があって、一つは大規模なガス雲や塵が地震の重力によって崩壊し、直接惑星が形成されると考えられている自己崩壊説だ。これは通常の恒星や惑星系の形成と似ているんだが、ここでは恒星が形成されずに惑星のみが形成されるレアなケースなんだ。つまり、初めから恒星との重力的な結びつきが、なかったっていうわけね。ああ。そしてもう一つの仮説は、自由浮遊惑星は、もともと通常の惑星系内で形成されたが、他の大きな天体が通過した時に、その天体の重力に引っ張られた恒星系からの離脱説だ。この場合、二つの大きな天体が近接することで、その一方の天体が、もう一方の恒星の重力から解放され、銀河内を自由に移動することになると考えられている。なんか、まるでさらわれたような感じね。確かにな。さっきも言ったがこの二つはあくまでも仮説で、確証はない。そこで、コーネル大学の、ドンライ教授らが、太陽のような恒星を中心とする惑星系のシミュレーションを、何万回と繰り返し行い、ジャンボのような自由浮遊惑星が誕生するプロセスを、解明しようとしたんだ。おお、綿密なシミュレーションが行われたようね。この時に問題となったのが木星サイズの二つの惑星が一緒に弾き出されるという確率だったんだ。例えば、最も弾き出される確率が好条件であっても、木星サイズの2つの惑星が同時に追い出される確率は 1% 未満だった。そして、ジャンボが形成される可能性が高いのは、惑星同士がお互いに近い軌道を回っているか、木星の4倍までの質量を持つ場合、ということがこのシミュレーションで分かったんだ。めちゃくちゃ低い確率じゃない。そうなんだよ。だけど、それとは対照的に、一つだけの自由浮遊惑星が誕生する確率となると数百倍も高かったんだぜ。この結果から、このような恒星の飛来がオリオン大星雲の自由浮遊惑星を誕生させたと考えられているんだ。ジャンボの起源は分かっていないのね。ジャンボに関しては、未だ分からないままだが、ガスや塵が崩壊して形成されたという説の方が有力のようだ。この解明にも、まだ時間がかかりそうね。次は、WASP の 76B という太陽系外惑星で起きる虹色の降臨について解説していくぜ。そもそも WASP の 76B という惑星のことが、何もわからないんだけど。そうだよな。じゃあ基本情報から解説するぜ。この天体は、約640光年離れた魚座の方向に位置している、太陽系外惑星なんだ。この天体の環境はかなり厳しく、金属が溶けるほどの高温なんだ。虹色の降臨って言うから、まるで天国のような場所かと思ったら、思いっきり地獄だったわ。地獄の様相を見せているのは、それだけじゃないぜ。実はこの惑星では、鉄の雨が降るんだ。へ？それは、鉄が降っているって言っているようなものじゃない。そうなんだ。こんな環境の惑星はかなり珍しいから、天文学者からも注目されているんだ。このように、極端な温度差が特徴的な惑星はホットジュピターと呼ばれている。WASP の 76B の場合は、主星である WASP の 76 を非常に近い軌道で公転していて、昼側の温度は2400度以上に達し、夜側は約1500度と1000度以上の温度差があるんだ。製鉄所の高炉の温度が、約2000度と言われているから、ほとんど高炉の中にいるようなものだぜ。それにしても、温度が低くなる夜でも1500度っていうのにびっくりだわ。この環境が鉄の雨を降らす、原因になっているのね。ああ、そうだぜ。昼側で蒸発した鉄が風によって夜側に運ばれ、冷却されて雨となって降り注ぐんだ。ホットジュピターと呼ばれる惑星自体は、よくある天体なの？正確な数はわからないから、珍しいタイプの天体かどうかは環境によるな。太陽系外では、一定の割合で存在しているんだが、太陽系にこのタイプの惑星は存在しないぜ。なるほど。太陽系のような環境では、珍しい天体になるわけね。ちなみに、ホットジュピターが初めて発見されたのは1995年で、フランス人天文学者のミシェル・マイヨールとスイス人天文学者のディディエ・ケローによって発見されたんだ。その惑星の発見方法は、ドップラー分光法と呼ばれるもので、惑星の重力が母星に及ぼす影響により、星がわずかに揺れることを検出するという手法だぜ。他のホットジュピターでも同じように、鉄の雨が降るの？いや、そうとも限らないぜ。大気成分がその惑星によって、それぞれだから、他のホットジュピターでは違ったものが、降っているのかもしれないな。確かにそうね。
他にどんな珍しいものが降っているのかも気になるわ。鉄の雨に関しては分かったんだけど、虹の降臨についての解説もしてほしいわ。もちろんだぜ。この虹の降臨は、別の言い方でグローリーエフェクトと呼ばれているんだ。どっちの呼び方も悪くないわ。この現象の成因としては、特定の大気条件と光の相互作用によるもので、稀なんだが、実は地球でも観測されることがあるんだぜ。小さな水滴やタノビ粒子が太陽光を散乱し、特定の角度で観測者に向かって光を集中させる時に発生するんだ。この現象は、飛行機からの視点で、虹色の光の輪として観測され、ブロッケン現象とも関連しているぜ。へえ、今度飛行機に乗ったら注意深く外を見てみることにするわ。特定の条件が揃わないと発生しないから、もし見ることができたら良いことが起きるかもな。それで、その見れる特定の条件っていうのは、WASP の 76B だとどういった条件が必要になるの？WASP の 76B で、このグローリーエフェクトが発生する原因は主に3つある。1つ目は、大気中の粒子の性質の問題。さっきも説明した通り、この惑星では金属が蒸発するんだ。その蒸発した後、粒子がほぼ完全に球形で、かつ均一な大きさであった場合、光の散乱が特定の方法で起こり、虹の降臨が引き起こされる可能性があるんだ。むむ、完全に球形で均一な大きさって言うと、かなり厳しい条件に感じるわ。そうだな。そもそも、太陽系外でのグローリーエフェクトが珍しいことなんだ。そうだったのね。二つ目の条件は、光の散乱だ。具体的には、太陽光やその他の光源が、粒子に遭遇した際に、粒子の周囲で光が曲がって特定のパターンで光の輪を形成するんだ。三つ目の条件は観測条件による。グローリーエフェクトを観測するためには、観測者が光源、粒子の雲、そして自分自身が一直線上に位置する必要があるんだが、WASP の 76B の場合その特定の観測が可能であったことが、この珍しい現象が確認された理由の一つになるんだ。なんだか、条件一つずつ見てもレア現象だってわかるけど、さらにこの3つが揃う条件と考えると、この観測に成功したことが、本当に奇跡なんだとよくわかるわ。本当にそうだよな。まだまだ観測できていない、このグローリーエフェクトのような奇跡的な現象はたくさんあるはずなんだ。そういった現象が、一つでも多く観測できることを願うぜ。最後に、スターバースト銀河 NGC253 の観測で、100種類以上の分子が検出されたことについて解説していくぜ。スターバースト銀河っていうのは、普通の銀河に比べて、短期間で大量に星を生成している銀河で、宇宙の工場と表現されることもあるくらいだぜ。へえ、すごく興味深い場所だわ。なんでそんなに大量に星を作ることができるの？スターバースト銀河の中心部に、かなり高密度の分子ガスが存在していて、その豊富な材料が、星を形成するのに理想的な環境を作り出しているってわけだ。ちなみに、分子ガスっていうのは主に水素などの分子からなるガスのことなんだ。宇宙では、水素分子が最も一般的で、これが星や他の天体の主要な材料となる。なるほど。分子ガスが凝縮されているっていう環境も独特なのね。さらに言うと、この銀河では分子雲同士が激しく衝突することがよくあり、その衝突によって生じる衝撃波は、氷の微粒子の表面に凍結していたメタノールや二酸化炭素がガスとして蒸発し、観測可能になるんだ。この銀河の星を大量生産する能力が、銀河の進化と宇宙の構造を深く知るヒントになっていそうだわ。ああ、それは間違いないな。このようなスターバースト銀河の観測を通じて、星形成の秘密を解明しようとする国際的な取り組みがある。その計画はアルケミプロジェクトという名前で、チリにある超高性能電波望遠鏡のアルマ望遠鏡を活用して、NGC253 銀河を対象に行われたんだ。この望遠鏡なら、宇宙の冷たいガスや星間の埃を詳細に観測することができるから、このプロジェクトにはぴったりなんだ。それに NGC253 を研究対象とした理由としては、地球から約1000万光年と比較的近距離にあって、その活発な星形成地域を、詳しく観測するのに適した条件が揃っていたからなんだ。驚くことに、この銀河の中心部における分子ガスの密度が、天の川銀河中心部の10倍以上で、星形成の頻度は、天の川銀河の約30倍もあるんだぜ。30倍、爆発的な生産力、観測環境に適しているっていうのが納得ね。国際プロジェクトっていうことは、もしかして、科学者さんたちも相当力を入れているのかしら？ああ。この研究チームには、国立天文台やヨーロッパ南天天文台、合同アルマ観測所、米国国立天文台など、世界各国の研究機関が参加している大きなプロジェクトなんだ。スターバースト銀河 NGC253 の中心部が詳細に観測された結果、100以上の科学的に異なる分子種が検出された。
この検出された分子種の中から、エタノールやチッカリンなど、以前には確認されていなかった分子も含まれていたんだぜ。おお、新たな収穫がたくさんあったんだね。これだけ多くの分子種を検出することは、その銀河の科学的多様性と複雑性を詳細に理解することを可能にするため、非常に大きな成果と言えるぜ。これはまた、人類の科学が一歩前進したね。他の成果としては、NGC253 銀河の中心部で、星形成の進行状況が異なる領域が混在していることも明らかになったんだ。ん？これで分かったことは何なの？活発な星形成地域では、分子ガスが豊富で、その高密度が新しい星の誕生を促進している。その一方で、星形成が抑制されている地域では、既存の大質量性からの強い放射や風が周囲のガスを散逸させるか、加熱してしまうため、新しい星が生まれにくくなっているんだ。この発見は、星形成が一様ではなく、銀河内の特定の条件や過去の星形成の歴史によって大きく影響されるということを示唆しているんだ。へぇ、単純に星を大量生産しているだけじゃなく、その構造は意外と複雑だったってわけね。ところで、スターバースト銀河って他にたくさんあるの？具体的な数は不明なんだが、数百から数千と地球から近いものから遥か遠くにあるものまで、広く宇宙に分布されているようだ。そうなると、もっと性能の良い望遠鏡が必要になってくるわね。そうだな。将来的には、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による、さらなる高解像度の観測が期待されている。これによって、星形成の詳細なメカニズムや、星の進化過程における新たな発見が進むことになりそうだぜ。それは楽しみだわ。NGC253 の観測結果からわかるように、このプロジェクトの成果は、天文学だけでなく宇宙物理学や分子科学といった、広範な分野に対しても大きな貢献をしている。これらの観測から得られるデータは、宇宙の起源や進化に関する理論の検証に不可欠で未来の研究においてさらなる進展が期待されるぜ。これからもバンバン観測して、どんどん新しい発見をしてほしいわ。今回は、最新の研究で分かった衝撃の真実を解説したぜ。今回の解説から新しいことが分かったんだけど、まだまだ分からないことが多いというのも分かったわ。そうだな。まだ数多くの天体が未発見のままだし、発見されている天体も謎が多く存在している。全てを解明できる日がそのうち来る、なんて考えがいかに甘いか思い知ったわ。でも、それだけロマンが残されていると考えれば、謎が残っているのも悪くないわね。ああ、やっと霊夢も気づいてくれたか。私たちは知らないうちに、宇宙の魅力に取り憑かれていたのね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。